武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、時間が数学とセットで120分という、まあ、ちょっと変わった形式となっています。で、大問が、歯学部薬学部共通で大問5題、保健医療学部も共、は大問1個だけ、違うような形で、大問、5題ですね、なので大問数はどちらも共通ですが、大問が、5と6が、学部によって変わるというような形となっています。で、問題の構成ですが、大問1が発音アクセント、大問2、3が文法で、大問2が4択のせあ5択の選択問題で、大問3が、正序問題、並べ替えですね、になっています。で、大問4は会話、で、大問5がと6が長文読解という形に、なっています。で、まずその発音アクセントに関しては、まあ、これはネクステージなどの文法問題集で出るレベルで十分だとは思いますが、問題を解いたことがないという部分で演習ちょっと積みたいということであれば、短期で攻める発音アクセントなどでやっておくといいかとは思います。で、文法問題、こちらに関しては割と基本的な問題が多いので、まあ、ネクステージやパワーステージ、ヴィンテージなどの、まあ、オーソドックスな問題集をやっていれば十分だと思いますが、ランダム形式の練習することがちょっとしておきたいなという場合には、あの英文法ファイナルの標準編などやっておくといいかとは思います。で、並べ替え問題に関してですが、まあ、これは、まあ、並べ替えの対策さえできていれば、そこまで難しいことを聞いてくるものではないので、まあ、こちらも短期で攻める正序問題などをやっておくといいかとは思います。まあ、英語正常問題聖戦の600やってもいいんですが、あれだとちょっとさすがに難易度高いかなと思うので、まあ、本当に絶対落としたくないという形で徹底的に固めたいというのでなければ、まあ、短期で攻める、で十分かとは思います。で、会話問題に関してですが、こちら、は、まあ、文章は長文というか、まあ、何回かの会話が繰り返される形、となっていますが、話の流れさえ、分かれば、聞いてるテーマそのものはそんなに難しい、会話ではないので、まあ、通常の会話表現、やっておけば十分だと思いますが、ちょっと長文形式弱いなという場合には、英会話問題のトレーニングの、第3部にある長文問題、追加でやっておくといいかと思います。まあ、特にその読め、訳せればまあいけるかなという形であれば、まあ、文法の普通のネクステージ、などの会話のところだけ、やって過去問やれば十分かと思います。はい、そして長文問題、ですが、長文問題は結構その文章が、長めで、あるというのと、まあ、日本語で説明するような、問題が、出ている、ますので、ちょっとその長文は、難易度高めな練習をしておいた方がいいかなと、まあ、マーチレベルの長文を読めるようにしておいた方がいいかなと、日大レベルだけだとちょっときついかなという形、ですね。で、どの問題に関しても、まあ、取りこぼしをいかにしないかっていう完成度重視の部分が、多い、ところにはなりますので、まあ、単語文法、どちらも、まあ、あとはその文法の形式別のもので、あとはその長文もですね、全体的に、まあ、取りこぼしないようですね、基礎標準的な事項の完成度を上げるように学習を、心がけてください。以上が英語の勉強となります。